今日は上町の中新田交流センターで開催しております塩コレクション2022の会場へやってまいりました。県北の各自治体の地域おこし協力隊のブースを紹介していきたいと思います。どうぞご覧ください。ここは美里町の地域おこし協力隊のブースになります。はい、美里町ってどんなところなんですか？そうですね、すごく田園風景が広がっていて、のどかな町です。のどかな町はい。協力隊は何人いらっしゃるんですか？協力隊は4名です。4名、はい、はい。で今日はこちらは何ですか？このブースは、こちらは今バラのプレゼントをしていまして、美里町の花がバラなので、あ、それの、はい、今日はプレゼント。こちらは何を作ってるんですか？何汁？すっぽこ汁。すっぽこ汁、ありがとうございます。ちょっとだけ見せてもらっていいですか？わー、美味しそう、ありがとうございます。やっぱ生姜の香りがすごいですよね。ありがとうございます。これも間もなくお振る舞いなんですか？はい、じゃあ楽しみにしてます。どうもありがとうございます。すごい、これがこれでも金の、あ、このかぼちゃの金とか。そうですね、もともと黄色のものを全部金色だったり黄金だったりして、要は生産物に付加価値をつけて発信するっていう。なるほどなるほど。それを今涌谷キッチンっていう屋号をして活用してデリバリーしたり。あ、へえ。はい、来年からはまた新しく香りこけしっていうのを立ち上げる予定なの で、今はまだその所属でそれしか名刺ないんで、はいはいはい、申し訳ないです。ありがとうございます。こちらどちらのブースになりますか？上町のブース。上町、はい、はい、はい。こちらでですね、ピアノ調律とか、バイオリンの制作、はい、管楽器の修理、七学館の、はい、併設をしておりまして、こちらでですね、今回と私の方が管楽器の修理の方をしておりまして、今回あのフルートの展示を行っております。すごい。あ、なるほど。っていう仕事をやってるんです、結構。はいはい。じゃあ宮越さん、今こちら地域おこし協力隊としてバイオリンの修理をしている。国立音楽院に、あ、はいはいはい、あの受け入れ先が、あ、そっかそっか。で一応学校と一応上町の音楽の道になっているので、上町で作られた楽器ということで撮ってるのと、あとまあ3年生に修理ちょっと受けてぐらい。あ、どちらのブースですか？鹿間町です。鹿間町地域おこし協力隊です。鹿間町地域おこし協力隊何人いるんですか？はい、現在ですね、鳥獣対策支援員が2名と、あと農業支援員が1名で活動しています。すごいですね。これその方々がなんか取ったりした怪我はですか？こちらはあの隊員のですね、女性隊員の高橋美智子さんが、あの相模原で撮った川なんですけど、すごい、あのなんで今ないかというと、あの狩猟期間が11月からですね。はいはいはい。なので、まあ、これからあのいろいろ作っていくということで、今はちょっと借りてやってました。はい、ありがとうございます。じゃあどちらのブースになりますか？こちらは栗原市のブースになります。佐藤さんはどんなことやってるんですか？私は有川地区っていうのが、欧州ガイドを利用した積載だったりの学びだったりしてます。有川地区ってまずどこって言われることが多いぐらい、ちょっとあまり馴染みのない場所だと思うんですけれども、栗原市がある場所も、そのさらにさっき言った10個の地区ですね、その一番上のこの突き出ているところが有川になります。なのでほとんど一ノ関が生活圏になるような県境の場所になっていて、もともと欧州街道が通っていたので、大名の参勤交代だったりとか、いつかは宿場町になってます。はい、今もこんな町並みが残ってるんですね。はい、今ある町並みがこちらになってます。そうですか、はい。じゃあ有壁地区のちょっとなんか来てくださいみたいなこと言っていただいていいですか？はい、有壁地区は、去年から高校生と一緒にマップを作ったりとか、協力隊が、昨年1月から入ったことによっていろいろ賑わいが増してきているので、ぜひ遊びに来てみてください。はい、ありがとうございます。250円、はい、移住です。
中の地域おこし協力隊前田です。よろしくお願いします。普段は関係人口とか、そういう交流を、使って、作ってます。で、前回でイベントやったりとか、あとは、栗原のアピールをするために各地域を回って、今日は、紅茶専門店のサロンドテ栗原さんのクッキーを売ってます。ご出身はどこでしたっけ？埼玉県草加せんべいの町、そこから来ました。今年移住してきました。今年ですか？はい。どうですか、栗原市に移住してきて。すごいいいところで、自然も多いし、あとは食べ物も美味しくて、それがあとマガンがすごい多いので、それを見てて癒されます毎日。